皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室バイブルの、テーマはですね、紙媒体は、感情を動かすというお話をしたいと思います。私はウェブマーケティングとかウェブ集客の人でもあるんですが、実はですねアナログの部分で言うと紙ですね、手触り系とかこれ結構ね好きなんですよ。紙が好きで、例えばですね、私写真とかやるんですけど、デジタルに移行したのは世の中がデジタルすごい全盛期だったんで、デジタルに当然楽ちんだから移行はしてるんですけど、趣味ベースというか、まあ、初めて買ったカメラは1957年代のですね、クラシックカメラ二眼レフっていうローライフレックスっていうあのカメラですね。超アナログですよ。フィルム装填をして露出計で測って、それで写真を撮って暗室で焼いて、そして写真にしていくみたいな、めちゃめちゃそういうアナログなことをやる人なんですね。で、この紙すごいこだわりがあって、バライタシって言って、ピカピカのツルツルじゃない方の RC っていうんですけど、それじゃない方の紙っていうやつ、乾くのも時間かかるんですけど、その紙の、しかもあのイルフォードのウォームトーンっていうのがすごい好きでですね、ちょっとなんか茶色かかったような色合いのザラザラした紙が大好きで、その紙をベースに写真撮るんですね。印刷することを考えるときには、もちろんこういう撮りたいっていうのは撮ってるんですけど、その紙に印字するっていうことを含めて背景とか被写体を決めて撮ってた人で、その紙を決めるまで12種類ぐらい紙焼いて確かめて、それが一番好きって決めたのに廃盤になっちゃったんですけどね。結構まとめ買いしたんですけど、でまあそんな経験があって、紙はね好きなんです。手触りとかなんかそういう記憶に残る印象があって好きだったんですね。で現在もちろんデジタルマーケティングがすごい主流ですし、まあ、とはいえ私もこちらの方の本出してますよね。でこの本もすごいこだわりがあって、例えばこの質感とかはこの金の箱押しをしたいっていうのがあったので、ツルピカじゃなくてツルっとしてるコート紙じゃなくてマット紙にしたいっていうのをお願いして、でかつこの金の箱押しですね、これわかるかな、デコボコがねちょっとあるんですよ。だから点字っていうわけじゃないですか、こう触っても字がわかるみたいな、まあ、そういう本にしてあるんですね。なので紙っていうのは何でしょうかね、素材とかがあるのでデジタルでさーっと見てしまうよりも記憶に残りやすいんですよね。ブランドイメージとかもつきやすい。だから私はちょっと高級な感じのイベントとかそういうのをこう配る紙とかもちょっとやっぱ高い紙とか、私自身印刷まで行ったことがないんですけど、どっかでメニュー表かなんかでもらった紙がですね、厚手でこうキラキラねパールになるやつがあったんですよ。私なんかそれをやるときいつか使いたいと思って手元にピラッと持ってたりしてたんですけれども、すごいね綺麗な紙があって、それすごい好きでした。だからブランドイメージがやはりちょっとエレガントで高級感おしゃれ感があるっていうことを私のブランドイメージにしてるので、でも紙とかもそういう紙を使いたいわけですよね。でさらにもっとちっちゃい話を言えば、実は私コピー用紙とかも、スーパークリアホワイトだったかな、なんかすんごい白が強い白真っ白っていう紙でプラス厚手、普通のコピー用紙のペラペラより全然厚手の紙をベースに使って いるんです。印刷物、あらゆる印刷物。だからちょっと人に手渡しするやつもそれなんですけど、これのいいところは発色がいいので、私写真とかレシピの写真とかが多かったのでレシピも綺麗に見える、そういうことを考えて、紙にこだわってやってたんですね。だから印刷できればいいっていうだけじゃなくて、全てのことにこだわってやるとそれがブランドイメージになって、まあ、例えばパンの時にはアトリエリブラ、私は今リブラクリエーション、まあ、リビング企業アカデミーっていうので、まあ、数字とあとデザインと
まあ、ビジネスの音、このあたりの3本立てが特徴でっていうことで歌ってやってるんですけど、その一つのデザイン部門に、まあ、アナログの部分の紙媒体っていうのがどうしても入ってきますので、そのクオリティとこだわりっていうのは材質とかそういうものに現れるので、どこまでこだわれるかっていうのが、まあ、ブランドイメージを決めていくっていうことになりますので、何かその大事なものとか生徒さんに渡すものも、それかカードでも構わないんですけど、そういうものを選ぶときには、自分のブランドイメージと喜んでくださる相手の生徒さんの顔などを思い浮かべながら、あの紙なんぞ選ぶのも楽しいんじゃないかなというふうに思います。それでは